はい、もかしこにこです。ちょっと暗くなってきたんですけども、ですね、幕屋町内ちょっと走ってこようかなという感じですね。現在の時刻4時ですね。もうちょっと日が傾いてきてしまって、もう日没過ぎましたね。ってきたって撮影できるかどうかですけども、今日は2時に着きまして、まあサウナサンセットと、まあ源泉、第一源泉第二源泉入ったりしてですね、まあ1時間半くらいですね。それでさっきですね、あのマッサージチェアありましたので、まあ、200円で15分なんですけど、それやってきまして、まあ、今帰ってきたという感じですね。あのマッサージチェア結構久しぶりにやったんですけども、ここのやつ結構いいんですよね。買ったらあれ1台40万くらいするんじゃないですかね。まあ1年半ぶりですけども、まあ厳密には 1年は4ヶ月ぶりくらいでしたね。去年の7月に来たきりで、なんかほとんど来なかったんですよね。まあ、元気のように行く回数がちょっと多くなってしまいましたからね。弓道になるんですけど、ぐるっと回ってですね、セブンイレブンさんでちょっと終了ということにしますけどもね。
があるんですよね、こちらの方だと。ちょっと出にくいかもしれないんで、ちょっとこちらからですね。
信音があるので大丈夫ですね。散髪屋さんでしょうかね。1620円。トラックの積み切れそうですね。さっき来たところですね。
それではこちらでカットします。はい、失礼します。お疲れ様でした。